サウンドの部た多分ね、チャンネルの名前は変えようかなと思ってます。Anyways, I have some exciting good story があるんですよ。で、昨日ね、メンタルが強くなる話、なぜ怖い人があなたの人生にいつも現れるのかっていう動画を作りました。で、これを実際に見てもらって、ちょっとね、マンツーマンでフィードバックがあったんですよ。 でまず、昨日の動画、メンタルが強くなる話、なぜ怖い人があなたの人生に現れるのかっていうのは、まあ、なぜあなたがいつもそういう怖い人がいる状況で働いているのか、なぜあなたが嫌な場所で働いているのか、ね、っていうことを、まあ、ちょっと答えるビデオなんだけど、すっげーシンプルに説明すると、自分がの無意識の部分は、ね、怖い人の前にいると、 何かを得てるわけよ。無意識が得をしてるのね。無意識の部分が。で、具体的にどういうことかというと、多分それは愛だろうっていう話なんだよね。例えば、怖い人がいるでしょで、そうすると、やっぱり自分は認めてもらうと愛をもらえるっていう環境で、もう学校とか、本当に幼稚園の時から大学卒業するまでずっとそういう感じで育ってたから、み、なんか合格すると認められる。 ね、なんか宿題をやると親から、ああ、なたいい,いい子ねって。でも宿題をやらないとあなたはダメ。みたいな感じが本当に20年のもうドッグトレーニングみたいな感じのトレーニングを受けているから、会社に入っても何かをやって認められたい。で、もうコンディショニングになってるから、その、 簡単に認められるっていうところを選ばないで、やっぱりちょっとある程度ハードルがあるようなを選んで、自分がそういう環境にいると怒られて怒られて、でそうすると、ああ、まだ合格しないんだ、まだ宿題終わってないんだっていう感じで頑張って努力して努力して、で、やったら、やっと、おお、まあ良くなったなっていう一言。それで、愛を得るっていうコンディショニングが、こちらの無意識の中にあるんではないかっていうビデオだったんですよ。で、これを実際に、まあ、 フィードバックをもらったのねで。すごいフィードバックだったんだよ。で、東大行ったって言っちゃっていいうん。で、まあ今本人がね、ちょっと来てもらって、今朝も話してたんだけど、もう涙が出るみたいな話になったんだよ、お互いに。ですっげえ熱かったの。で、本人も実際に東大行ってるわけよ。で、昨日のビデオで東大とかで話してたんだけど、<laughs> はい。で、彼は、すごい面白いよね。彼は自分のパターンが分かったわけよ。で、どういうことかというと、彼は、 なんか仕事が来るじゃん。で、そうするとわざと自分が気づいてないんだけど、なんかそれをやらないのね、仕事をすぐで。ちょっとわざと遅くしちゃって、自分が自分を崩しちゃうような環境を無意識的にそういう行動をいつも取っちゃってるわけよ。で、悪い環境になるわけよ。で、どうなるかっていうと上司とかに怒られるのね。で、怒られると、怒られた後に、分かった、お前頑張れ。 っていうそこの一つで認められるっていう愛が入ってくるのね。でそれでまず一つの第一の愛をゲット。でその次によしってなって気合い入れてバーって仕事頑張るわけよ。で仕事を頑張ってできましたってなると、はあ、よくやったねっやっぱりあなたはできると思ってたよ。 やっぱりできるんだよってなって、やっぱり私はできるんだってなって、その自分ができないっていう環境から自分ができるっていう環境に動いて、そうやって認められているっていう、自分のパターンがあって、もう本当に彼の人生を見ると、自分を落としちゃって、崩しちゃって、で、また戻る。崩して戻る。で、どういうことかというと、例えば日曜日の、日曜日に仕事をいっぱいあるから、ね、こういい。 会社とかかでやってたからもうすごい仕事があって日曜日になると仕事やってれば月曜日が楽になるのに夜中の1時2時までにいいこれ言っちゃってもう本当に YouTube のお笑い番組を見てでもう不満になって大変になってストレスになってで朝多分行って怒られてたんだよねでそこでまた頑張れよっていうところになるわけよ怒られても縁切らないから怒られてよしじゃあこれから頑張ろうっていうところになってまた頑張ってやっぱりできたね それが彼のケースだだったんだよねですごい今日の話はそこじゃないんだよ今日の話はじゃあどうしようっていう話でねどうやって自分がもしこういうパターンに入ってたら抜け出すのかっていうところなんですよでもう本当に僕は彼と話してる時にもう彼が言ってるわけよこういうふうにいやクリスさん俺の マインドすっげえやばいよ。クリスさんの話聞いてるだけで、今、自分には、自分の頭の声で、いや、僕にはできない、僕にはできない。こんなに頑張ったら体崩しちゃうよって。そういう、ね、声が聞こえるんですって。面白いでしょこういういい話を聞いてても、その、エゴっていいのかなその部分が自分をまためっちゃ崩そうとして、 そうやって自分がわざとできなくなっちゃう。やらなかったっていうところに戻そうとして、で、それが自分の成功システム、愛情をゲットするシステムみたいになってるんだよね。だからもし、ね、人生、仕事、恋愛、なんでもいいよ。スポーツでもありだぜ。特にスポーツ選手はこれ超聞いてね。あと軍隊の人たちも。ね、やっぱり、 その自分の頭の中に声が出てくると、この声はいい声なのか悪い声なのかって自分で判断して、悪い声だったら聞きませんっていうようなレベルに持ってかないといけないの。ね。で、そのやり方を今日を紹介します。Woo! Alright, let's get started.So, これはクリスはどうやって学んだのかっていうと、僕は Mark Divine っていう元ネイビーシールズのコマンダー。ー 20年ネイビーシーズやってた人で、もうネイビーシーズ全体プログラム、トレーニングプログラムとかやってた人なんだけど、もう、彼は今もうね、善のお坊さんみたいな人で、もうすごいんだよね。だから、スピリチュアル・ワーリアル、ね。僕の先生なんだよ。で、僕は彼のプログラム、Unbeatable Mind。絶対負けないマインド。絶対折れないメンタルっていうプログラムを受けてるのね。で、そこの、まあ、彼の本とか、第1ヶ月のトレーニングプログラムに入っている、 Ma まあ、And here's what it's called. Which wolf are you tells that on there? Alright, so here it is. Okay? This is what it's called. Which wolf are you feeding? Which wolf are you feeding? Okay? The Native American no. ストーリーの中にあるんだよ。自分の頭の中には二つの狼がいると。一、ね、つは、超怖がってて、怯えてて、悪い狼なんだよね。本当に細くてボロボロで、髪の毛とかも垂れてて、で、この恐怖っていう狼が中にいる。でもう一つは、 The courage wolf.Courage.Courage Cour っていうのは通訳ね。危険、苦難、不幸にあっても恐れず不安を抑えることのできる勇気、はいうね。危険、苦難、不幸にあっても恐れず不安を抑えることができる。その狼がいるわけよ。 Right?、Okay. So, which wolf are you feeding? もし自分の頭の中にそういう、いや、俺やっぱダメだよなとか、いや、これやってたら海意味ないよとか、無理だよとか、ね。そういう感情が来たら、ask yourself, which wolf are you f e e t i n g どっちの狼にその餌を与えてんのその恐怖の狼に餌を与えてたらそっち行っちゃうよもしそれ気づいたら止めるんだよ。 はい、で具体的にどうやって気づくのか。具体的に、じゃあ、OK。じゃどうやって止めるのかっていうのもあるのね。でこれは、もうスポーツ選手とか、もう軍隊の人たちが学んでいるもんなんだよで。これ実際に軍隊の人から教えてもらっていることなんだよ。で、あのいう人たちは、ね、特殊部隊とか、そういうチームは、チームが一つなんだよね。で、チームでミッションがあって、 一番大切なのはメンタルなんだよ。ね、でこういう人たち実際球飛んできてこういうのやってんだよこういうエクササイズをこういう練習を球飛んできて大丈夫大丈夫とか言ってんだけどどっちの狼に俺今餌を与えてんだってすっげえトレーニングしてるわけよ。でスポーツ選手コンペやってる人たちもこういうのやってんのねだから僕たちもやるわけよ。Right? で具体的に、まあに もうちょっと具体的なやり方もあるんだけど、今日のビデオはシンプルにしたいんです。Right? でとりあえず気づくことが大切なんだよ。で気づいたら、ね、ask yourself、どっちの狼に私は今餌を与えてるのか。You wanna feed the courage w o r t 勇気の狼に餌を与えたいわけよ。で恐怖の狼に餌を、ね、与えてたら、それ止めましょう。OK? で、本当に球が飛んできたら別の方法とかあるんだけど、とりあえずあなたはね、球が本当に飛んできてない。ただ、多分仕事とか恋人とか、なんかそういう面でちょっとプレッシャーかかってるっていう時は、こういうふうにやってください。今最も賢い選択は何だろう。今私ができる最も賢い選択は何だろう。ひょっとしたら、 ここの機会をもとにししてて学ぶっいいうことかもしれないひょっとしたら外に行って散歩するっていうことかもしれない、ね。なぜこうなってんのかっていうのは考えなくていいわけよ。もうなってるから。最も賢い選択できる行動は何だろう。ね、自然に行って瞑想するとかそういうのかもしれない。ね、それから自分のいいことを考えて自分のマンチュラ。ね 俺はいい人だ。俺はいい人だ。俺は優しい人だ。俺は自分のことを愛して、自分のことを尊敬して、自分のことをリスペックしてる。っていうことを言うことかもしれない。Alright?So that's it, man. That's today's video.Which wolf are you feeding? もし、恐怖の狼に餌を与えてたら、やめましょう。Alright?That's my cue.Thank you so much for checking out the video.And as always, if you have any questions, 質問とかあったら、ぜひ教えてください。 All right, I'll see you in the next video.